今日は一緒に帰れるんだね。今日は珍しく母が休みでして、マナの迎えに行ってくれるんだそうです。あの昼休みとは別日。恋人になってから初めてですよね。デート。デート、これがデートなんですか。そうですか。私は十分嬉しいしワクワクしてますけど。映画、結構このゲーム映画多いな。別にやりたいことやればいいんじゃない。映画は昔家族で行きましたけど、カラオケは行ったことないですね。歌がうまそうだ。確かに。そんなことないです。流行ってる歌も全然知らないですし。M ステ見てないの。歌聞いてみたい。自分の声知らんだろ、どうせ。その合唱とか、マナに子守歌を歌ってあげたりだとか、歌ったのなんてそれくらいですよ。カラオケで子守歌はないだろ。だからそんなことないんですって。そんなことない。マナがぐずって大変だったんですから。もう、先輩は私を過大評価しすぎです。自分を過小評価。そうでしょうか。確かにな。私はどこにでもいる平凡な、あ、いえ、むしろ普通以下だと思いますけど。これで？ハイスペックすぎる君は。子供をあやすなんて高校生できんだろ。才能だよ。料理も才能だよ。急にシフト入ってって、うん、はい、マナのお迎えに行って帰ったみたいです。でもあまり遅くならないようにって。やがましいわ。そうですね、夕飯の準備もありますから5時6時には帰らないと。お言うな。料理があまり上手じゃないんです。マナも私の料理じゃないと口にしないくらいで。どうやって。美味しくないです。変に薄味だったり。そうだったんだ。濃かったり。あ、味見しないタイプね。昔はちゃんと美味しかったんですよ。測らないタイプね。仕事が忙しくなって台所に立つ機会も減っちゃいましたし、仕方ないとは思うんですけど。測ってやれよ。計量調理は基本だぞ。そういうことです。うぬぼれだ。本当だよ。何になる将来。やめてください。そんなにベタ褒めしないでください。褒め殺しです。保育園でも経営する。褒め方だろ。あげて落とせ。あ、落としてあげろ。喫茶店、お腹いっぱいになっちゃうからね。晩ご飯して、買い物しろよ、一緒に。スーパーに。今盛りホイップが自慢のパンケーキ屋。美味しくなさそう。携帯電話。大きく0円と。出た。本体価格0円。からくりがあるんだけど。ガラケーからの機種変。ぴったりじゃん。うんうん。まさかゲームやるためだけに。つまり私の携帯、ガラケーをこのスマホに変更するのは実質無料。ただし月々の使用料は今よりも少し上がってしまうっ
というわけですね。正解。まあ確かにね、電話しなかったらいかんし、あ、でもさ、アプリで電話すればさ、基本無料じゃん。通信料があってか。きついね。ペー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 ペいや、アンドロイドより iPhone の方が起動早いよ。そうなんですか。ランダンやりやすいよ、iPhone の方が。遊べるんですよね。ちょっと検討してみます。家まで送ってもらったの、お前が。お前がだって、正春が。あれ、これ君んちじゃないの？はい、先輩。また明日。ごめんなさい、先輩。あまり恋人らしいこともできなくて。何を求めてんだ、君は。恋人に。もう、だから先輩は私を褒めすぎだし、買いかぶりすぎなんですって。先輩。ちょっとだけ。あ。トゥ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 シェイクアンド。手つないどらんかったんかい。なんで笑うんですか。かわいいなーってプックククククよくわからないですけど笑わないでください。この感じがいいんです。その、もっといろいろできることがあるのかもしれませんけど。あ、握手。シェイクハンド、そういうことか。はい。一気にやろうや。ベルインまで。どこまで知ってんだろう。君は動画見すぎだ。アニマルビデオ。この先も続いていくんだから。対等な関係ではいなくてはならない。何その哲学。甘えるわけにはいかないんです。よし。短パンなんだ。お母さん、ちょっといい？チャンスでした。大学ここに行きたいんだけど。どうしたの？神妙な顔しちゃって。お願いがあるの。お母さんがいる今じゃないとできないから。スミレがお願いしてくるなんて珍しいわね。それでお願いって何？うちの家計が苦しいのは分かってるつもり。お母さんが毎日お仕事頑張ってくれてるおかげで私もマナも不自由なく暮らせてるけど、私今どうしてもスマホが欲しいの。今年の誕生日もクリスマスプレゼントもいらないからお願いします。スマートフォンに機種変させてください。スマホ？うん、スマホ。お母さんのサインがもらえないと機種変できないから。驚いちゃった。あ、ごめん、やっぱりダメだよね。でもね、このパンフレット、今までの使用料金から。あ、違うのよ。スミレが私におねだりするのが初めてだから驚いちゃっただけ。そう？少なくともマナが生まれてからは初めてじゃない？え、高校はどうしたの？
ここ行きたいんだけどって自分から言わなかったの？マナは遠慮なしにあれ買ってこれ買ってっていうのにね。学園祭もあの子に振り回されて大変だったんでしょ。なんか他人の子みたいだな。マナがわがままを言う分、お姉ちゃんのスミレは我慢してたのよね。スマホに機種変したいのよね。いいわよ、そのくらい。そうよね。いつまでも私のお下がりみたいなガラケーじゃスミレには酷よね。いいの？マジかよ。その月の使用料はアルバイトでもしてちゃんと払うから。いつもうちの家事をやってくれて、マナの面倒まで見てくれてるのに、この上アルバイトする時間なんてないでしょ。あなたの1日は30時間あるの？しかも恋人ができたのならなおさらよね。え、なんで知ってんの？うん、恋人。え、お母さんに先輩のこと話してないよね。気づいてたの？カマコケ。お母さんを誰だと思ってるの？スミレのお母さんよ。可愛い娘の変化にはちゃんと気づきます。すげえな。そんな、私どこか変だった？そうね。学園に持っていくのに大きなお弁当と小さなお弁当2つ用意してるとよく見てんな。お弁当作ってる時に楽しそうに鼻歌歌っちゃってた。よく見てんな。私余裕あんな。しちゃってた。市原くんの話をしてる時ずっとほっぺ赤くしてニコニコしてるし。それにね、まだ何かあるの？ほんのちょっと前よりすっごく可愛くなったわ。恋してるんだなってすぐ分かっちゃった。なんちゅう母親。市原くんなのよね。うん、市原先輩。学園祭の時パッと見でいい子だなって思った。この子ならスミレも好きになるだろうなって思ったわ。何その心眼。直感、女の感かしら。あ、ちょっとお父さんに似てるかもしれないわね。あなたの家庭何があったんだよ。お母さんもそう思ったんだ。今時スマホの一つもないと恋人と連絡だって取りづらいものね。スミレにはいっぱい迷惑かけちゃってるし、携帯代ぐらいお母さんがちゃんと払ってあげるわよ。うん、ありがとうお母さん。でもこれから毎朝のタンパク質は、ね、スミレが思っているほどもやしだから。うちは貧しいわけじゃないのよ。え、そうだったの？豆もやしだから。どれだけ貧しいと思ってたの？いえ、お母さんちゃんと頑張ってるんだから。スミレのスマホ代くらいなら余裕よ。あ、でも課金はほどほどにね。何百万円も請求が来ちゃったらさすがに払えないからね。いや、何百万も余裕があるんかよ。何十万も課金にするそうですね。うっ、億万、うっ、借りてます。店頭でやんないんだ。保険証と保護者証明、これでいいわね。これで全部揃ったはずよ。ありがとうお母さん。楽しくてもあまり熱中しすぎないように。歩きスマホも危ないからね。はい。やべえな、これ今週学生には結婚式用のピン札を押さなかんな。新サイトも利用しないように。しないよそんなの。それと銀行で思い出したわ。お母さんがいる時にでも市原くんを連れてきなさいな。え、なんで？お母さんに紹介してくれると嬉しいわ。え、何かあんの？まさか食器肩代わり契約書、ハンコ、印鑑。まさかそんなからくりがあったと。え、午前、え、土曜日もあんの？
あっさりと承諾してくれたんだね。はい、私の了承か。だったみたいです。必要な書類もすぐに準備してくれて、これで私もスマホデビューできるんですね。何、予約？人はいっぱい？すごく混んでますね。平日来いよ。平日はきついんか。でで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 、そのさ、時間つぶしの消化をさ、スマホで、あ、なるほどね。お前は顔を見とったんか、契約書じゃなくて。確実に満たされる何かがあるのだ。やっぱり料金プランは分かりにくいです。結局どれがお得だったのか。スマホ持ちだ。はい、落とすなよ、絶対にな。嬉しいです。またちょっとだけ先輩に近づけた気がします。スマホで。先輩のやっているゲームは早い早い。遊べるようになるんですか？インストールしなきゃいけないんだよ。リセマラか。腰を据えた方がいい。コーヒー一杯でいつにいいだろ。あの、その場所って先輩のお宅ではダメですか？俺のお宅。そんなに金かけたくねえんだよ。本当だよ。全然ダメなんかじゃない。本当にご迷惑でしたら。内容なんていいんだよ。何をしたかだろ。誰としたかだろう、何をしたかって。スマホの機種変だよ。いらっしゃい。お邪魔します。今日は先輩のご両親はいらっしゃらないんですか？今日もいないよ。明日もいない。せっかくの機会、あまり考えないでくれ。挨拶しようと思っていたんですけれど。早くない？挨拶スマホがあるだろ、出せよ。うちの母が今度市原先輩を連れてきてって言ってました。学園祭に会った人だよね。はい、改めて挨拶したいそうです。あ、それと母が言ってたんですが。何が？踏み込みすぎだろ君。どうすんの、インコース来たら肘が当たるぞ。気になるな。お前の娘は、じゃあうちの娘はお前なんかやれん。第一印象悪すぎだろ。しかし両親がいないとなると。はい、先輩のお部屋でですね。俺の部屋でやろっか。やろっか。ドキリ。あ、はい、そうですね。そのために来たんですから。そうです、そのためです。感激してばかりじゃダメですよね。あ、そうだね。何もわからないので好きなようにいじっちゃってください。
ツイッターと LINE と、あとインスタと、パズドラ面白いな。え、もうできちゃったんですか？てっきり、もっと待たされるものだとばかり。一緒にやれよ。登録完了。技術革新。俺のアカウントだから登録しといてね。登録方法は名前のところを。先輩が初めての人ですね。嬉しいです。横島なこと考え、恋人ぐいる？何ですか？それはどうやるんですか？私も先輩を特別にしちゃいます。言葉の使い方よ。はい、プレゼント。何？スタンプ？プレゼントって、あ、この箱に触ればいいんですか？スタバコーヒー一杯無料。可愛い猫ちゃんです。ありがとうございます。この猫、あの子にちょっと似てますね。結構裕福だよな、マサハルの、マサハルタクは。早くパズドラしようぜ。ダウンロードインストールアカウント作成。リセマラするの？そこのインストールって書いてあるボタンを押すと勝手に始まるんですね。アンインストール。メモはそうなんだ。似た編成になった。最近なくスタミナ上限あるから気をつけて。はい、気をつけます。でもランク100までは永遠と遊べるから。これがパズルゲームで、これがメール、あ、レーンですよね。それでこれは、あ、カメラですね。あ、くっきりです。すごいです。前のカメラと比べ物にならないです。一昔は、まあ、確かにね。シャッターはこれですか？先輩の写真いただいちゃいました。これでいつでも先輩の顔が見れます。やめてください。写真撮られ慣れてないんですよ。あ、撮る分にはいいんだ。待ち受け画面にしてやる。もう先輩ってば。それなら私だっていっぱい撮っちゃいま。あ、危ないまさか。仰向けに倒れ込んだ。ドス。体格が小さめ。大丈夫だった。どこかぶつけていない。大丈夫です。びっくりしちゃいましたけど。スマホに夢中になっちゃいけないですね。歩きスマホが危険っていうのもちょっと分かった気がします。仰向けで寝転がる。俺の体勢、体勢。さあ、そこ写真撮っちゃえ。近づいていく。逃げようとしない。これがメスの本能。いいんだよな。距離はゼロになった。
ました。またしちゃったね。恋人らしいこと一歩前進です。嬉しい。彼の部屋でキスなんて漫画みたいです。ベッドから先輩の匂いがします。そういう意味じゃない。よく理性が止まってんな。私先輩の匂い好きですから。好きありです、先輩。この、ん、チュ言ってる方が恥ずかしくなるな。言うのやめよう。遠慮と理性はなくなってしまった。もうキスだけか。せっかくの俺の部屋、ベッドの上を、ライトのキスで終わりにしたくはない。触れてもいいだろうか。不安そうにも見えるし。そんなつもりなかったのに。緊張と金疲労硬直。先輩、キスだけで終わりにしちゃいます。その、私も、もう一歩くらいなら。え？もう一歩？子供じゃありませんから。恋人の部屋に行くんですから、ほんのちょっぴりくらいは想像してましたよ。リサ君、本当に好きなので、先輩に押し倒されちゃうとは思いませんでしたけど。どこまでやんの？いいかどうかなんて聞かないでくださいよ。今さら嫌なんて言うはずないじゃないですか。でも私、あまり女らしい体つきじゃありませんし、下着も地味で可愛いのなんて持ってませんから、先輩をがっかりさせちゃうんじゃないかなって。私で興奮してくれてるんですよね。読み上げんでくれよな。言わせんでくれ。そうですね、私でも先輩のこと興奮させられるんですね。自己評価が低いよね。魅力的でこのまま勢いでどうにかしたくなっちゃってる。本当ですか？本当です。嬉しいです。先輩にそう言ってもらえるの、とっても嬉しいです。他の人にどう思われててもいいですけど、先輩が褒めてくれればそれだけで十分です。お、思わず見惚れてしまった。なんだい？先輩、どうしたんですか？見惚れて、何にですか？くせえ。そんな、私なんて全然。一番素敵な女の子だよ。先輩、嬉しいです。私も今まで出会った人の中で一番素敵で好きで、あの先輩、もう一度キスしてくれませんか？
どこに？何度もしたい。はい、私もしたいです。キスをたくさん。私のことちゃん付けはやめませんか？はい、私も先輩じゃなくて正春さんって呼んでいいですか？いいえ、目上の方にそれは。学園じゃ呼び捨てでは呼べないですよ。生意気な下級生に思われちゃいます。だから、マサハルさん、マサハルさんも私のことを呼んでください。ですから、そうじゃなくて、はい、マサハルさん。すごく嬉しいです。マサハルさん、マサハルさん、マサハルさん。そうですか、私は嬉しいですよ。マサハルさん、マサハルさん大好きです。マサハルさんのことを愛してます。マサハ、キス大好きです。マサハルさん大好き。そうですね、結局キスだけかい。今日は携帯の機種変っていう口実がありますから、ちょっとくらいの門限破りは見逃してもらえます。機種変だけれどね、カットになって。うわ、学校ではさ、3でさ、11だとさ、その呼び方がめちゃめちゃいいな、俺だったら。私たち、恋人らしく見えてますかね。なんでもないと思うよ。思われていても構わない。リズムとステップはそれぞれ。マニュアルも正解もありました。これゴール何なの？